なんとなくこの並びのこの辺のアパートっぽいんだけど、多分これと思います。201投函不要になってる。困ったな。201投函不要か。訪問先の室番号して出てくるかどうかなんだよな、多分。ちょっと一応してみるか。よし、どうやら今不在みたいなんで、まだ来ますと。着きました。2回目の登場です。今日はちょっと日曜の夜に、夕方に来ました。まあ、この時間ならいるだろうかなと思って。気が重いけど行ってみるか。先だけ入れて帰ります。郵便がちょっとね、投函不要になってるんですけど、一応まあ自分の連絡先を入れて帰りたいと思います。連絡が来ることをね、願います。はい。いやー、パッと見電気がついてない。あー、どうかな、郵便見てくれてるかな。郵便が見られてない。僕が昨日入れた郵便がそのままです。一応ちょっと鳴らしてみるか。ダメでした。今日もいなかったっす。というわけで、いやー、ちょっとこの弟に会えるかどうかのこのね、戦いはまた続きそうです。はい。また来年になるか、来年になったらもう引っ越しようかもしれないんでね、そこはちょっと辛いところです。はい。無職です。この中で正社員諦めだけだな。正社員少ないな。この前一応まだ正社員。いいっすね。何考え九州まで。アップです。アップに耐えられる顔です。なタコみたいな。ご機嫌。意外と何かった。意外と。なんかご機嫌じゃん。はいそんな。見ちゃうね。見かけようかな。
景色を撮っちゃおうか。ちょうどね、ちょっと交換したな。ちょうど。戻らんのって硬いけ。そう。これね、ほんと戻らんね。右のがひどいのかね。ひどい。こっちのひどい。うん、太いね。